新庄、ピンチを迎えた田中正義にかけた言葉が有能すぎる。4点リードで送り出した守護神の田中正義投手、28、ガニシ1、2塁のピンチを背負い、次の打者はミエセスという場面でマウンドへ向かった。新庄監督は田中正義に何を伝えたのか。新庄監督、全部まっすぐ行って、でホームラン打たれてってことを言って、あと表情硬い、あと内野手に頼むよ、カバーしてねってということを伝えて、全部まっすぐを投げろと言いました。正義もね、分かってただろうし、それはでランナーが出始めてちょっと表情が硬いプラスなんかダメだった時のイメージがふわって出てきそうなタイミングの時に、僕がマウンドに下りってまっすぐだけでいいんだって思わせることが大事かなって、もう最後ね、まっすぐって決まってんだから謙譲となっております。三球新庄、こいつ結局偽物やったな、今日見せ場なかったから来てみたよぐらいのことかと思ってた。真にはストレートで十分、普通にいい調子で、草立浪さんが打たれてこいって言った時は本当に打たれたのに、どんでんやったら何ていやろ。正義も抑えとしては信頼度低いはセットアッパーにしたいのに変わりがいない。でもちょっとそろそろ怪しくないか、立浪にはどうしてこれができなかったのか。ヤキーとかいうメンタルゲー、一郎の毎日同じ調整して調子安定させる技術がいかにすごいかわかる。三振してもよい、エゴシ再生ホームラン打たれてもよい、田中正義覚醒。立浪がこれ言った時はきっちり打たれたのに。ご視聴ありがとうございました。